例えば今まで私が使っているものだとゴルフクラブとか釣り革とかがあるんですけど、まあ、そういったものでも用途が決まっているもので、そういうものに新しいこう文脈を与えて観客の体に働きかけるような作品を作ることをテーマとしていて、まあ、立体作品とかインスタレーションを主に作ってます。日常的にあるものでもあまりこう自分が興味がなかったりするものってあると思うんですよ。周りにたくさん興味がなかったりだとか、まあ、あっても何とも気に留めてないものだったりとか、そういうものってすごくたくさんあって、でもそういうものを教えてくれるものって、私にとっては人だったりとかって、友達だったり家族だったり、アートにの世界で何かするってわけではない人たち、アーティストではない人たちと話すことで、私はそういう世界を見せてもらえてるなとも思うし思います。だからそれが私のそのなんだろう刺激になってるのかなって思います。で、例えばチェーンという作品があって、それは港にこう船が停泊している時にこうチェーンがあったりするんですけど、そこから私インスピレーションをもらってきてるんですけど、その大きさ、チェーンって、まあ、身近で見たり遠くからその本物のチェーン見たらすごくそんなに大きかったりとかしないかなって思うんですけど、実際あれってすごくでかくて、でもそれをその大きさであの軽い素材を使って作った時に、それを見る人もうちょっと近くで見ることができる時に、そういうその感覚ってどういう感じなのかなと思ってあれを作った作品でしたね。大学院になって、立体を始めようって思ったんですね。で、その時がまあ大きかったなって思うのと、その時イギリスで勉強してたんですけど、それが終わって生活が終わって帰って日本に帰ってきた時も大きな、 なんか転換期だったのかなとは思います。学生時代最後の時に展示した作品が結構大きい作品 でその作品がまあ重要というか、その自分ってこういう身体とか見る人の身体とかそういうところにすごく興味があるんだなって思えた作品で、まあ、それはずっとその後もずっとこう継続してあるテーマとなっています。8年9年ぐらいイギリスにいて、そのまあ結構若い時に行って帰ってきてからも、まあ、その大きかったっていうのは、そのなんだろう、制作する場所とかのスペースのでかさとか、あとまあ展示する場所とかっていうところがまたちょっと違ってきた、イギリスにいた時とは違ってきたっていうところがすごくでかくて、そのあまりホワイトキューブっていうところじゃないところで展示する機会が結構多かったのがすごく面白いなとは思います。それもその自分の作品にすごく影響が出てきたのかなって思うのは、インスタレーションの作品が結構多くなってきたっていうのがあります。そのイギリスで作品を作っていた時はすごく色だったりだとか、まあ、やり方プロセスとか、まあ、そのどうやって物を扱うとかっていうところがすごく日本人だねって言われたことがあって、それはすごく面白かったです。そういう自分では何もそういうところがあるとは思ってなかったけれどもあるんだなって、私やっぱり日本人だなっては思いました。まあ、でも自分でもあまり分からないことを形にしていって、まあ、コミュニケーションの一つだと思うから、その作品っていうものはだからまああまり自分でもこうさっくりと形になっていないものを形にして、どう思う？どうかな？みたいな、そういうなんかこうコミュニケーションが、見てくれる人とのコミュニケーションができてるのがいいなと思ってます。そのだから作品
を見た時のその作品を見たじゃなくて新しいことに出会った時のリアクションってみんなそれぞれあると思って、それがそれってすごく強いじゃないですか。そこが私はなんか見たいし、なんか何かそういうものを提示できたらなと思う。いつも新しいあのマテリアルを使うことが多くて、だからいつもちょっとわさわさしてしまうけれども、あの今回映像を初めてちゃんと作ってみてすごく新鮮で面白かったです。で今度は私すごいずっと興味があるのはサウンドがやってみたくて、そこをちょっとやってみたいなと思ってます。